ご覧いただきありがとうございます。ラッサイデです。本日ご紹介するのはジョン・ロブ・チャペル・ミュージアム・カーフになります。こちらはジョン・ロブの最上級グレード、プレステージラインの、2足になります。プレステージラインの中でも、フィリップ2と並んで、現行としてある代表作といえるのがこのダブルモンクのチャペルになります。はい、パッと見たとき、大きな特徴といえばやはりこのバックルの、配置かなと思います。例えば通常ですと、はい、こちらはパラブーツのウィリアムですけども、下部と上部の、バックルの位置は、バラバラになっています、はい、このように正面から見た時もこのような感じですね、はい、バラバラに配置されていますが、ジョン・ロブのチャペルは流れるかのように、斜めになっていて、上部のバックルと、平行に配置されています、また、唯一ある切り返しの箇所が、あえてこちらですね、鋭角になっていることによって、スクエア2の、8000ラストと、バランスをとっているような、非常に美しいデザインになっています、はい、まあ、唯一ある切り返しというのが、こちらなんですけども、バックルを取ると分かるんですけども、はい、このように、1枚の革で全部つながっているんですね。ここからスタートしてこうぐるっと、はい、この辺も、ずっと、1枚の革でつながっていると。かかとはシームレスヒールと、はい、となっています、はい、これももう一つの大きな特徴となります。このように非常な贅沢な作りとなっています。で、今回の2足はアッパーは両方ともミュージアムカーフとなっています。こちらはプラムミュージアムカーフで、こちらがパリジャンブラウンミュージアムカーフとなっています。プラムのミュージアムカーフは、曜日的なバーガンディ系の、色合いになっています。チャペルの、デザインと非常に、よく合うお色かなと思っています。こちらのパリジャンブラウンは少し明るめのお色となっています。はい、ただすごく明るい色とかいうわけじゃなくて、すごく自然な、お色かなと思います。はい、ちなみにこちらは、はい、未使用のベルトも、実はご一緒にお買い取りさせていただきました。オンラインには掲載していませんが、お問い合わせいただければ通販も可能ですので、ぜひご一緒にご検討ください。ちなみにこのベルトの定価は、これだけで、クロケット&ジョーンズのハンドグレードラインぐらいは買えてしまう、お値段はしますが、まあ、ご購入しやすい、金額に設定していますので、まあ、せっかくなんでよかったらご一緒に、ご検討ください。ちなみにサイズは、85サイズとなっています。で、このベルトの色と比べると今回のお色は、少し薄いかなっていうような気がしますね。靴の方が若干薄いかなと。はい、すでにパリジャンブラウンをお持ちのお客様とも実物これを見て、お話ししたんですけども、やはり少し薄めかなと、おっしゃっておりました。はい、まあ、そういった答えになっております。使用感について参りたいと思います。まずこちらの、プラムミュージアムカーフですね。はい、こちらは未使用品となっております。はい、特に、これといった形跡もなく、若干、試着ぐらいの履き地はございますが、試着程度の未使用品ということで、はい、特に状態としては大きくは問題ないかなと思います。はい、こちらもそうですね。はい、でちなみにこちらは黄色箱時代の品になります。はい、年々、希少性が増してきています。この時代の、お品になります。パリジャンブラウンの方は、SA ランクとさせていただいております。はい、ソールの方もこちら、ほとんど減りがないような状態になっております。はい、履いて数回ぐらいでしょうか。はい、かかとの方も、はい、このようにオリジナルのリフトでほとんど減りがございません。一箇所言うたらば、少しここに、スレがあるかなという感じですね。ちょっと、動画では分かりづらいので、画像にてご確認していただければと思います。アッパーは特に問題ないかなと思います。大きな、はい、傷等もなく、非常に良好な状態を保っているかなと思います。付属は、シューツリーがついてきます。こちらの方は、箱と袋がございませんのでご注意ください。はい、サイズ感について参りたいと思います。
サイズ感は、以下のようになっております。ちょっと2足あるので、いろいろとごちゃごちゃになりそうなので、今回はこのように下の方にまとめました。こちらをご参照ください。はい、その他サイズ感に不安ございましたら、下のコメント欄または当店オンラインショップからお気軽にお問い合わせくださいませ。メンテナンス済みですので、到着後すぐ履いていただける状態でお送りいたします。ちなみにプラムカラーの、お品はこちらは、価格等はお問い合わせ商品となります。パリジャンブランのミディアムカーフもですけども、両方とも、通常のラインナップにはなくて、バイリクエストでしか入手できない希少なお品になります。なおかつ、両方とも、サイズは少し違いますけども、人気のサイズ感にはなりますので、ぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。失礼いたします。